はい、こんにちは、僕です。シンフォーファイナルやっていきましょう。ですね、今回は、ちょっとね、駐屯地を中断して、チャレンジクエストを片付けようと思って、天王洲シェルターにやってきました。血で赤黒く染め上げられた部屋の採用に、ずんぐりした悪魔が一体鎮座している。私は国つかみ荒はばき、まつろわぬ者として、この国を追われた者。信仰の薄いこの東京において、この地は不思議と心地よい呪術の名残がある。ここでならば、私はかつての栄光を取り戻すことが可能でしょう。しかし悲しいかな。誰も私を崇めようとはしません。そこのあなた、私を崇め祀るのです。膝を折って崇める、武器を構える、こちらの言い分を伝えね。どうしようかな。これ何しに来たんだっけ？荒はばきも討伐しに来たんだよね。こちらの言い分を伝える。このシェルターは避難場所となるので、出ていくように荒はばきに勧告した。その言葉を再び聞くとは思いませんでした。人はどこまでも私をないがしろにするのだな。かつてと同じく私を廃しようというのなら、私もまたかつてと同じく立ち上がろう。荒はばきはペペチに猛然と襲いかかってきた。荒はばきはね、大体魔法に弱いよね。領土を侵さんとする者たちよ、その蛮行すべて私は跳ねのけてみせよう。こたびこそは日を追う者であっても、その暴威に屈しはせぬぞ。こんなしっかり喋れるんだ、荒はばきって。怒りに狂った荒はばきは凄まじい圧を放っている。これ選択肢がダメだったかな。荒はばきの攻撃力と防御力が上がった。先制マカラカーンなの？嘘。先制マカラカーンなんですか？待って、物理攻撃って効くんだっけ、こやつ。じゃやってみようか。重攻撃だよね。どうしたらいいの？普通の通常攻撃も効かないよね。マカラカーンをどうにかできないと倒せなくない？コンセントレート、怖っ。混沌の海。嘘。やべえな。やべえな。今マカラカーン切れてるよね、多分ね。連続でマカラカーンをやるわけではないのか。コンセントレート付きの混沌の海がしんどいな。もう一発メディラマ入れておくべき。いや、フォッグブレスとか入れておこうかな。で、アシストアタックが出る。デカジャンをしてほしかったな。ボコボコ ボコボコにしてる。ニアリだ、ナイスだ。あれ、もう赤くなってる。あれ、弱いぞ。倒しちゃった。早かったな。こんな、まさか。あっけない。あっけなかったね。レベル上がったな。魔力上げよう。とりあえず300まで主人公は魔力上げようかなって思いました。どこまでも繰り返すしかないのか、そうと定められたもののままなのか。無念、無念です。なんか切ないな、荒はばき。追いやられてしまうんですね。荒はばきは消えてしまった。これでいいのかな。いや、まあ他にどうすることもできなかったんじゃないかな。どうなんだろう。最初の選択肢次第で何か変わったりしたのかな。納品クエストも片付きましたんで、片付けていきましょうか。東京腹いっぱいに。肉ね、これ大変だったな。魔界の霜降りも。英語デモロインと魔界の霜降り、各10個ずつ。待て、オメテオトル復活してから納品するべきだったな。経験値もらえてないよね。呪術簒奪。オータマクシ。これ、オータマクシって読むのかな？わかんないけど。呪術簒奪。とりあえずそんなところですね。で、なんかレベルがね、途中途中上がって、
新しいクエストがまた増えてるんですよね。あ、令状。これだけの食材を目にするのは何年ぶりだろうな。あんたなら揃えられるって信じてたぜ。さて、のんびりしちゃいられねえ。ちゃんと料理をこしらえて、東京中腹いっぱいにしてやるぜ。美食と東京の未来のために、俺も戦ってやるぜ。呪術三奪。もうこれぞ。教師の素心たる雨の太玉の力。これだけの霊力ならば、信者の心も落ち着きます。いくら祭ろうとも、答えようとせぬ素心も、これで少しは懲りたことでしょう。あと、天王寺シェルターの安全。報告が来た時は、あんな悪魔どうやって倒したものかと頭を抱えたものだが、さすがペペチだな。とにかくこれで安心してみんなを避難させられるよ。しかし資材も十分にあるっていうのに、なんでこのシェルターは放棄されたんだろうな。前作からもう人がいませんでしたよね。あ、いや、いなくなったんだ。五頭天王にね、その身をみんな捧げてしまったんですよね、そういえば。んで、この辺がね、新たに追加されたクエストで、助けてハンターボーイ。マリオの SOS に応える。俺だよ俺。マリオだよ。アジトをマーラが乗っ取ってやべえんだよマジ。人間の正気を吸って、もうギンギンっていうか。頼む、俺はどうなったっていい。上等にある騎馬倉庫にいるマリオ島のみんなを助けてクアーセドラフトガイフジコ。フジコ。マリオの続編クエストが来てるんだよね。で、あと忍ば池ですね。まあ、とりあえず一旦ね、ちょっとチャレンジクエスト片付いたんで、またね、駐屯地の方に行きたいと思います。そうしましたら、市ヶ谷駐屯地に帰ってきたんですけど、この奥が行ける？虚妄の印象と拒絶の印象が結界に反応して光り輝く。あ、やっぱりこれで通れるようになるんだ。そこに、結界が消滅した。これで先に進めそうだ。あ、ルシファーパレスに行くわけじゃないんだ。このまま駐屯地を進んでいくんですね。防具強化パックか。全然ね、ダイヤモンドが出てこないんですよね。ダイヤモンドが全然もらえない。あれ？侍たちの中の一人、眼光の鋭い侍が剣を掲げた。一度行くぞ。ホープ隊長ご健在ですね。やっと出てきたよ、ホープ。眼光の鋭い侍に率いられ、侍たちは先へと進んでいった。おかしら。やっぱりガストンから見てもおかしらなんですね。ガストン。ガストンは何かをこらえるように歯を食いしばった。ホープ隊長はガストンのことをどう思ってるんですかね。この後会うのかな、ホープに。ハンターの亡骸だ。でもずっとアプリポイント貯めてて、所持アプリポイントがもう200超えてしまいましたね。いつになったら解放されるんだろう。あ、当たっちゃった。ここから地下2階ですね。んで、ここ確か二股に分かれてるんだよね。あ、行く玉持てない。これどっちから行ってもいいのかな。前作ではね、よりしろがありましたけど、今回も戦わずに先に行けるんだよね。セーブしとこうかな、念のため。これ多分一方通行になってると思うんだ。とりあえず左側から行ってみようか。この部屋ね。誰もいない。誰もいないし、岩山もないですね。じゃあ先に行ける。いや、もう近いんじゃないですか。ヤマトの間。こっちからは行けないんでしょ？行けるの？行けたんだ。一方通行じゃないんだ。こっち側の部屋にも何もなかったです。でここはね、さすがに一方通行で戻れなくなっちゃうんで、こっちに行きましょう。あれ？これまたあるの？入る？これまた同じ場所に行くのかな？あ、どこからともなく声が聞こえてくる。ここは閣下の居所。招かれざる客にはお引き取り願おう。誰の声だろう。この声は兄貴？兄貴だよな。兄貴の声。ハレルヤ。お前なぜ俺の呼び出しに答えなかった。それは
まあいい。何か弁明があるんだ、俺の元まで来い。そのとそのお前に本当のことを話してやる。何ですかね。本当のこと、本当のことってなんだよ兄貴。安倍さんがハレルヤの父親っていう可能性がありますよね。安倍からの反応はない。どうやら奥に進むしかないようだ。兄貴、あんたは一体何がしたいんだ。ルシファーパレスに来てしまいましたよ。ここから帰れるのか。待って、ターミナルってやっぱりあるのかな。一応ね、ここの作りは覚えてるつもりなんだけど、壁ができてるよね。あ、でも壁壊せるんだ。壁壊していける。あ、ここに障壁があるぞ。で、待って、この下にね、ターミナルがありましたよね。ターミナルってあるのかな?あれ、行けない。あ、通れなくなってる。ここは?ここに入ってもしょうがないかな。あれ?天使どもを絶対この先へ通すな。進め、ルシファー様に歯向かう者は誰であろうと皆殺しだ。ものすごい数の悪魔の軍勢が通りの奥へと突き進んでいった。あの様子、どうやら悪魔も必死みたいね。天使も悪魔も死に物狂いで行軍している。なるべく無駄な戦闘は避けて進みたいところだが、どこにいても敵は次から次に湧いてくる。今は先に進むしかあるまい。リーダー。ああ、ガストンの言う通りだ。さあ、俺たちも行こうぜ、リーダー。え、何ですかね?あ、これ反対側に来れましたね、さっきの。ここに霊脈がある。危ない、危ない、危ない。あれ?ターミナルじゃなくなってる。ターミナルじゃなくなってますね。ここにターミナルがあってもっていうことなのかな。とりあえずガストンじゃないや、ナバールを連れて行きましょうか。マップはね、だいたい覚えてるんだけど、あ、危ない。当たっちゃったよ、後ろからか。しかも、うわ、来たよ。 MP 吸われるんだよこれ。あの真ん中の闇がほんとうざったいんだ。うわ、 MP 返してほしいな。宝箱を開けて、え、待って、どうしようかな。今 MP 吸われたの致命的なんだけど、 MP 回復する手段がないんだよな。残ダインをジャッジメントに変えないっすわ。変えない、変えない。とりあえず先に進んでいくしかないかな。どっかに回復の泉があったらいいんだけど、ないかな。あってもいいよね。チャクラポットか。危ない。あれ。間に合わなかったな、今の。やばい、MP がなくなっちまうわ。さっきのね、ヤムに MP を吸われたのがすごい痛い。みんな風邪ひいてしまったよ。クラスターになってますよ、ここ。ナイスだ、闇打ち。もう出てこないだろうな、OK。そんで、ポズムディを持っている悪魔がいないから、ディスポイズンを使うしかないんだよね。一応買ってきてあるけど、しんどいな。MP がほんと足りないんだけど。ないかな?回復の泉。あってもいいと思うんだけど、あってもいいと思うんだけど。ないですかね?これ確かね、こっち側が正しいんだよね。行っちゃおうか。あれ?あ、嘘。通れない。ここで必要になるのか。じゃあ戻らないといけないですね。くそ、どうやら僕はここまでみたいだ。頼む、同じ人外ハンターとして東京に、世界に希望を取り戻してくれ。え、何なの?あ、何だったんだ。助けてあげることはできないんですか?同じこと言ってるな。じゃあ戻らないといけないのか。自分の足で戻らないといけないの?ちょっと待って、一回戻ろうか。本当に入り口まで帰りたいな。回復の泉で、回復してからもう一回行きましょうか。あれ、こちらからでは開かないようだ。とか、帰るときはこっちを通るしかないのか。ここも一方通行になってるのか。危ない。あ、主人公またレベル上がりましたね。これで魔力が285ですね。
まあ、で、レベル75まで来ましたけど、どうかな、新しいアプリ。新しいアプリが用意されました。はあ、やっと来たよ、前スキル増設60。アプリポイント貯めておいてよかった。やっと解放されましたね。こっちは仲間スキル増設。こっちも解放できました。やっとすべて取り終わりましたよ。で、あとね、91ポイント残ってるんで、どうしようかな。マイ MP リカバリーとか、レベルアップリカバリーとか欲しいんだけど。いや、この辺覚えていきますか。仲間強化パックの魔力と、魔力、技、運は欲しいかな。いや、まだ今すぐ必要じゃないかな。取れてもあと2つだよね。力、技、まずできれば全部欲しいんだけど。で、スキルハイコンバーターも欲しいよな。もしくは、全書レートダウン 50%。あ、50% でかいな。ダメだ。全書レートダウンが優先ですね。あ、これでなくなっちゃった。まあでもね、スキル枠解放できたのはでかいな。やっとですね。これでね、しっかり悪魔も作っていくこともできますし、当たっちゃった。喋ってるから。うわ、めんどくせえの来た。刹那の刃で倒してほしいけど、ダメだよな。こいつら強いんだよ。せっかく MP 回復してきたのにさ、こんな余計なところで消耗したくないんだけど。トキが倒してくれたらいいんだけどな。倒しきれないのは何だろう、レベル差があるのかな。やっぱりトキって今レベルいくつなんだろう。パーティーのレベル的にはね、全然敵を上回ってるんだけど、トキのレベルが低いとか関係あるのかな。で、ここの扉に入ってこれをぶった切る。え、嘘、ここにあんだろ。どこ見てんだよ。オッケー、これで先行けるようになりましたね。あ、え、もうここにたどり着いちゃうの。この先からまがまがしい重圧を感じる。リーダー、感じるか。おそらくこの先に兄貴が。え、ルシファーがいた場所だよ。アレルヤは頭を振り、ペペチを見つめた。行こうぜ、リーダー。先に進まなきゃ。何も始まらない。うん。一番奥まで来ちゃいましたね。といったところで、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。なんかね、安倍さんもなんか悪魔な雰囲気を初めから感じていましたけど、ハレルヤのお父さんが安倍さんっていうね、可能性、疑念、ありますよね。まあちょっとそれはね、次回明らかになるんではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ではまた。